はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はですね、こちら、遊戯王デュエルモンスターズエタニティコードの、各開封をやっていきたいと思います。ついにですね、第10期ラストということで、今回のこのパック、かなりいいカードが収録されてるそうです。まあまあ、ちょっと金欠なのでね、私、あまりね、ヒッパー5しか買えなかったんですけれども、シングルでまあ、買いたいものがいくつかあるので、まあまあ、そこら辺は後もとして、まあ、結局、上げていきたいと思います。はい、それじゃあまあ、ちょっとチャクチャクっといってみましょうかね。もう、あんまりという気がだもないが。ふい。もうこんな感じでいっちゃおうぜ。しまってこうぜ。イェイ。わからん。いや、知ってるよな。結構出る。好きな曲ではあるんだけど。はい、いきまーす。はい。これいい？破壊同時、サラマ。あ、破壊モンスターか。はい、で、コード、あ、これだね。コードブレイカーモンスターだね。確か。カテゴリーとして出てるのは、サイバース族モンスターだな。忍者みたいな。俺最初、これなんか、イラストで見たときに、なんか忍者かなんかだと思ったんですけど。はい。あ、豪気だ。あ、やっぱ最後に豪気来るんだね。最初のね、コードオブザデュエリストでも豪気やったし。豪気で始まって、豪気で終わる。これは愛だね。愛も。イグニスター。うん、で、スプラッシュメイジ。サイバースモンスター2対1。このカード名の効果は一旦に一度しか使用できない。自分の墓地の、サイバースモンスター1体を守備表示で特殊召喚する。この効果で特殊モンスターは強化されると。なので、まあ、リンク素材に使ったモンスターをそうね、出せばいいやって感じだ。あ、また攻撃入らなくるか。珠玉獣はアルゴザス、気持ち悪い。なんだこのイラスト。これあれだって、ほらブツブツのさ画像がさ、怖い人なんかなんやら症候群とか言うんだけど、その人怖くねこれ。絶対恐怖だと思う。このカードが召喚特殊召喚に成功した時、手札及び自分の表情が、周囲でアルコザークの強力モンスター1体を選んで破壊する。その後、元々の破壊されたモンスターのロールでなるように、爬虫類族、海流族モンスターまたは深海魔法カード1枚手札に加える。強いのかこれ。強いのか、はい、あ、これか。なんかチューナーモンスターでなんかね、手札を2枚捨てて破壊するみたいなカードなんだよね、これ。これは結構使えそうだよな、これ。お、出たリゾネーターカード。このカード、手札からリゾネーターモンスター1体を捨てたはずで、デッキからレベル4以下の悪魔族モンスター1体を手札から。これ強いよな。これ普通に強いよね。うん、これ普通に強いと思う。これか、なんか、これもなんかいいって言われてたね、これ。ついて。このカードの方が一旦に一度しか使用できない。このカードは手札の場所に存在する場合は、自分間のメインフェーズに自分いるの転職モンスター3体までリリースで発動する。このカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したこのカードはフィールドから離れた場合に除外される。さらにこの効果を発動するためにリリースしたモンスターの数によって、以下の効果をそれぞれ適用できる。2体以上の場合、相手フィールドのカード1枚選んで破壊する。自分は手札、デッキから2枚ドローする。墓地にあるといけるっていうのにね、天使族を3体までリリース。この先、天使族のなんかが出たら強くなる。ああ、そう、これめっちゃ強いんですよ、これ。もうこれ見てください、これ。そう、こいつ。このカード名の2の効果は一旦に一度しか使用できない。一旦に一度以下の効果から1つを選択して発動できる。自分の色の表側4モンスター1体を対象とし、このカードを装備から発動して、そのモンスターに装備する。装備モンスターが戦闘効果で合わせられるこのカードを破壊する。装備されているこのカードを特殊召喚する。装備されているこのカードを除外して、発動できる。このカードを装備したモンスターに装備可能なレベル4以下のミニオンモンスター1体を特殊召喚、デッキから装備する。これさ、だからさ、めっちゃ強いんですよ。ABC で行った時に、まずこれをユニコーンの方が貼って A 持ってきて、で、このカード発動でしょ、A を召喚するでしょ、で、こいつを装備するでしょ、で、この効果で、デッキからユニオンの B とかを装備するっていうことが普通にできるんですよ。で、B 特殊召喚するんですよ。そんなことができるんですよ。マジ強いよね。これほんと強いよ。あ、戦乱ね、長領。長炎これ長領だよね。長領。で、パラレルエクシード。出たドヤ顔マスターウィッチちゃん。これもなかなか強いんですよ。ドヤーの顔。これかわいい。お、墓穴コール。これもなかなかね、強いんですよ。リンクロス。こいつあれだよな。なんか ADS やってるとめちゃくちゃ見ますよね。シンクロモンスターをやるために入れるっていうパラレルエクシードでゼブロイド X。お、さやしぐれちゃんじゃないっすか。出たね、これ。いいですね、これ。相手がモンスターで押し込みました場合、このカードデータから捨て、そのオンペガ表示モンスター1体が対象で出する。そのモンスターの効果がターン終了時に無効化され、このカード、ターン中に対象のモデルがフィールドから離れて、このカードのコントローラーは、その対象のモンスターのどこどの攻撃力分のダメージを受ける。いいね。いいね、これ。僕、これ見たときに、デレステのあの子を思い出したんだけど。あ、これもさ、これも強いんですよ。ごめんね、強い強いばっか言っちゃって。手札を1枚ずつ外れるデッキからコードモンスター1体を墓地欲で、魔王トラップゾーンの表から表示をこのカード墓地欲で発動できる。エクストラデッキから特殊なので、相手フィールドのモンスターのカードが出て手札がデッキからインフレモンモンスターを墓地へ送る。まあ、ぶっちゃけ2の効果よりも1の効果が強いよね、これね。悪魔族モンスター1体を墓地へ送ることができるから、これだって普通に、彼岸とかにも入れそうだよね。だそう考えると、これめっちゃいいパックよね。これほんといいパックよね。このパック。やべ、今なんかすごい手応えがやばかったから。ああ、よかったよかったよかった。切れてないからすごくよかった。あおあおあお押さえてた。ごめん。かなりバラバラになってしまった。すいません。当たりは何なんだろうな、これな。でもしぐれちゃんが当たりではないのこれ。はい、いきまーす。はい、天聖炎獣だね。天聖炎獣、プロキシー F マジシャン。で、パラレルエクシード。それ、核だね、これは。うん、核。曹操の、もともとね、はい、晴れたんだよ。あいつ、なんだっけ。陳旧じゃないわ。孫文じゃなくて、めっちゃ暴虐の限りを尽くしたやつ、なんだっけ、あいつ。董卓、そう、董卓。董卓のとこにいたやつなんだけど、そこを見限って、曹操のところに来た。かなり上昇志向が強いやつだな。あ、深海のモンスターだね。深海のっていうのがあれだ。モンスターとして、お、出た。巨神風獣だ。これなんかいまいちなんだよな、これ。深海のセントリー。コードブレイカー、ウレソン。お、融合破片。来ました。いいね。これで強いんですよね。エクストラデッキの融合モンスター1体を相手に見せ、そのモンスターにカード名が示される融合素材モンスターデッキから特殊召喚。この効果は自分は融合モンスターしかエクストラデッキから特殊召喚できない。これが強いんですよね。これブラマジにも入れるんですよ。僕は20色欲しかったなぁ。これ1枚ぐらい買おうかな、20色でって思うぐらい。これ強いよね、普通にね。出たよ、こいつ。オルフェゴールモンスター最強の衝動。これ見てください。このカードが召喚のポジションに成功した場合に発動で、デッキからオルゴールカードまたは生物カード1枚墓地を送れ。このカードを同じ発生別に、同じ、他のカードが2枚以上存在するこの間、チューナーとして扱う。自分フィールドに他のモンスターが存在しない場合、お互いのフィールドに生物トークン1体を特殊召喚する。めっちゃ強いよね。これオルフェゴールの最強の初動だと思ってるわ。こいつはめちゃくちゃ強い。で、プロキシエフマジシャン。あ、戦略手のゾマンの矢。これは孔明が、周に行った時に、周囲に、もうとりあえずあれやな、お前、矢足らんから矢集めてくれへんか ?10 万本ほどみたいなことを言う、無茶ぶりされて、わかった、やりますわって言ったんですよ。で、その時に、孔明が取ったのは、まず1個の船を借りて、そこに藁人形みたいなのをダーッと立てるんですよ。人影みたいな。で、それを持って、敵地。要するに義の国、曹操のとこに攻め込みに行くんですよ。すると、当たり前なんですけど、まあ、藁人形って遠目から見たら人間に見えるから、曹操は、めっちゃ矢を浴びせるんですね。なんか隠し、とりあえずもうぶち込んだれ、みたいな。で、もうひたすらに矢をぶち込まれまくって、そのまま帰っていくんですけど、曹操からしたら何やったんや、あいつら、みたいなことなんですけど、孔明の目的はその矢を回収するためだけに行ったっていうエピソードだよね。お、ノクトビジョンドラゴン。何これ自分フィールドのドラゴン族や闇属性モンスターが特殊召喚された場合、このカード手を流れて特殊召喚する。このカードがリンク素材として、墓地を送られた場合、デッキから1枚ドローする。自分フィールドの表側表示のこのカードが魔法トラップ、このカードを除外した後で、その効果を無効にする。このターン相手はその裏側表示のカードを、裏側表示に対するか。へぇ。おこれなんかあれよな、使えるやつなんですよね、これ。デッキからモンスターが特殊召喚されてもらったり、そのカードを手札から特殊召喚する。このカードが召喚特殊召喚に成功した場合、相手フィールドの表側表示モンスター1体対象として発動できる。手札デッキから攻撃力と守備力の数値が同じで、属性が対象のモンスターと同じとなるモンスター1体を特殊召喚する。相手はモンスターの召喚特殊召喚が成功するために発動する。相手に300ダメージ与える。これがむずいよな。この2の効果むずいけど、3の効果が強そうだよね。つまり20体で600の20体で6000か。そう考えるとむずいかな。使えそうっちゃ使えそうなんだけど。ごめんなさい。これバラバラだったからここにやってるわ。とどろきの王、ハール。ジェネレイドだね。ネメシスフラッグ。ネメシスっていうのもまたあれなんだよな。カテゴリーなんだよね。悪魔城マリス。なんかこれはイラスト的に僕、なんか、チンイラしないわ。なんか、やっぱリリスちゃんの方が可愛いと思います。そう思う人はコメントください。はい。ワイトもそう思いますって言ってください。はい、次行きましょう。ほいほいほい。はい、ランタンシャーク。アサイラムのシャーク映画かこれ。コードブレイカー、ウイルスソードが。バシランリマ。なんだこのイラストの村娘感は。マリンシス。これもまあまあ強いんですよ、これね。っていうかさ、ノーマルレアって何なんだろう。ちょっと見ようか。ノーマルレアって何なんだろう。ここに入ってるよね。ピンポイントダッシュかな。ピンポイントダッシュあと何なんだろう。墓穴ホールジリアだよな。パラレルエクション違うよね、多分ね。このピンポイント出しはほぼ確定と思うんだけど。これ何なんだろうな。これもあれかな、ノーレアかな。獣神王バルバロス。自分フィールドモンスターをリリースして遊んでいくのは手札から特殊召喚する。自分の墓地及びからバルバロスモンスター。難しいな、それ。カクちゃん。ネメシスコリドー。ネメシスって言うと僕、風化雪月思います。ファイバーエンブレム。うわ、めっちゃめちゃノーレアっぽいの来た。もうなんか、オーラ的にもう、なんか、メールの階段。イラストかっこいい。何これ。自分メイフェーズのこの子が集めて、手をだからビンダングルも、違うっぽい。ビンダングルなんかってことはなんか違うな、これ。ノーレアじゃねえな。リンダングルカード1枚ですね。以下の効果から1つを判断する。このターン、この効果で捨てたカードと同名のカードを自分のメールの回答の効果で捨てることはできない。自分の裏側表示もありません。なんで。何なんだろうこれ。どういうんだろう。どう言ったらいいのかな。で、これはまあまあ、こいつはまあまあ強い敵だ。王のわけな。セプスロイドとかユニオンドライバー。メガリス・アンフォームド。これもね、メガリス強いよね。てか、これ、儀式モンスターすべきに欲しいな。で、リンクロス。ドラゴンメイドチェイム。ドラゴンメイドチェイム。このカードが召喚特殊召喚に成功した場合は、デッキからドラゴンメイド魔法トラップカード1枚手札に加える。自分の相手のバトルフェーズ14に。で、これが孔明だね。孔明。孔明ってさ、なんかすごい有名人に思われてるじゃないですか。あれ実はね、曹操からするとあんまり接点ないんですよ。あと、あんだけ曹操って、才能好き人間で、もう、ありとあらゆるさ、才能をさ、欲してたというか愛してたのよ。関羽をめっちゃ欲しがってたっていうのはもう史実通りだし、もう関羽以外にも張飛とかにも結構興味を抱ってて、すごい褒めてたりしたんですよね。でも、劉備にもそうだったんです。劉備にもそういうのがあった。劉備自体は才能がめっちゃすごいっていう人ではなかったんですけど、まあ、そういうのがあって、もう才能というか力がある人はもうどんなんでも欲しがったし、賞賛に値するって言った人だったのよ、曹操っていうのは。でもそんな曹操でも孔明のについてはね、何にもないんですって。本当に何もないんですよ。あれほどまでにさ、孔明っていわば知略の天才、歴史上の人物の中でも本当に天才と言われてたり、もう奇才、もう人間なのかって言われてるぐらいに、もうなんか妖怪の類じゃねとすら言われてるぐらいに、痴呆、辛抱とすら言われてるんだけど、孔明に関しては全然何も言及してなかったんですよ、曹操はね。これ本当三国志の不思議なんですよ。あれほどまでに才能を愛したやつが、なんで諸葛孔明には興味を抱かなかったのかみたいな。だからまあ曹操は才能を愛するはそうだったんだけど、やっぱそれは人として愛するのであって、諸葛亮孔明というのは実は妖怪だったんじゃないか説がある。人ではない妖怪とか、そんな類、もののけの類だったんじゃないかと。で曹操はそういったもののけとか、そういったものには興味を抱けなくて、人間として才能を愛するからこそ、妖怪とかそういったもののけの類である孔明には興味を抱かなかったっていう説があります。それだけ、はい。これがサンダードラゴンだね、これ。で、血のブレイン、スカーレットファミリア、アイコンタクト。で、儚な本、いいね。で、長領。で、ランタンシャーク、報道ブレイカー、ウィルスバーサーカー、スカーレットレイン。これが8以上のモンスターが存在する場合、フィールドのレベルが1モンスターを全て除外するっていう、すごいこと。わー、出たバリアントシャークランサー、シークレットだね。わからんがこれこのカード面で1、2の効果はそれぞれに1ターンに1度しか使用できない、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。自分フィールドのエクシーズ素材を1つ取り除き、対象のモンスターを破壊する。自分フィールドとに他の水属性モンスターが存在する場合、この効果相手ターンでも発動できる。このカードがすでにモンスターゾーンに存在する状態で、自分フィールドの他の水属性エクシーズモンスターが戦闘効果で破壊された場合、デッキから魔法カードを選んで自分の1トップに置く。はぁエクシーズか。エクシーズのテコ入れもやってほしいんだけどな。あ、まあなんだよ、これ来ちまったじゃねえかよ、これ。これが10番か。で、豪気ガッツ、深海のセントリー、悪魔リリース、リッチグラフ、デモンストレーション、とりあえず。そうなんだよね。エクシーズのさ、テコ入れもしてほしいよね。融合が来て、次シンクロがなんかテコ入れ来るって言われてるんですけど、エクシーズのテコ入れって難しいんですよね。だってエクシーズのテコ入れするイコールリンクのテコ入れでもあるからな。やっぱしまあ1体で2体分のエクシーズ素材となるっていうのをやらないと無理なのかな。はい、バンパリシアマ、コードブレイカー、はい、ネメシスアンブレラ。あ、これノーレアでしょ。さすがにこれノーレアでしょ。ピンポイント出してない。これ面白いカードなんだよね。お互いはそれぞれ自身のエクストラデッキの裏側表情カード1枚選ぶ。そのカードをお互いに確認し、同じ種類だった場合、相手が選んだカードをボデーを送り、自分が選んだカードを特殊にする。それぞれ、さらにもともとの種族属性が同じだった場合、相手は自身が選んだカードに攻撃力分のライフを失う。違う種類だった場合、自分が選んだカードをボデーを送り、相手は自身が選んだカードを特殊召喚する。まあ、シャドールとかだったら強いのかな、なかなか。はい、豪気パワーロードオーガー、クリムゾンリノエーター、豪気ガッツ、エアートルピード。これも、なんか、すごい、なんかノーレアっぽいけど。深海のアーチザン、アイアンクロー、コードブレイカー、パラレルエクシード、IQ、スプラッシュメイジ、プロキシエフマジシャン、核、クリムゾンリゾネーター、コマンドリゾネーター、なんだこれ。ジ・フライバル・サイバース・アット・イグニスター。属性がノーレさんだから、ジ・ライバル・サイバース・イグニスター。一旦に1名しか大人の存在できない。このカードの元々の攻撃力は、このカードをリンク素材としたモンスターの数かける1000になるか。このカードを他のカード、リンク 6！ なんじゃこいつ今見たわ、リンク 6！ 矢印がおおと思った。一ターンで一度このカード以外のフィールドモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを破壊し、このカードのリンク先のあるにイグニスタートークンを1体を特殊召喚する。はぁ、これ強いなこれ。このカードは他のカードの効果を受けないっていいね。ただ、リンク6か。初めて見たわ。まあ、それは初めてだろうけどな。それ初めてでしょうけど。アットイグニスターだとさらに強いのかな。まあ、属性を全部ばらけないとダメっていうから、まあ、普通に使えるよね。ネメシス。やっぱ風化雪月を思い出すって、ネメシスって、なあ。あ、深海のアリア。このカード面のカード1枚、自分の持ちから水属性モンスター1体を除外して発動できるデッキからレベル4以下の海流属モンスター1体を手に入れ替える。これ強いよな。これなんか普通に持ってていい気はするよね。これ絶対高くなりそう。なんか楽しいな、このバッグ。なんか何当たっても使えそうだから。お、バーニングドロー。これも、あれか？いや、さすがに違うか。うん。ノーレアじゃない。このカード面の効果は一旦に、このカードはそうですね。相手フィールドのカードの数が自分フィールドが多い場合、相手フィールドのリンクモンスター1体出して、そのリンクモンスターの、リンクモンスターの数だけ自分まで1からカードを出す。難しいな、これ。なかなか難しいな、これ。ウィッチグロスパトロンマス、スカーレットファミリア、コーキガッツ、まあ、カッターシャーク。他何が当たんだっけ？なんかいいのなかったっけ？深海比プリマドーナとか、あ、精霊の水霊使い、アリやだね。確か、なんか、高そうって言われてた。ほいほいほい。ビンストレルソング、アルゴサウルス、アーケティス。お、小悪魔、小悪魔もあるんだ。初めて知った。エクシー素材を持ったこのカードはトラップカードの効果を受けない。このカードのエクシー素材を2つ取り除いて発動できる自分の墓地から、昆虫属、植物属のレベル4モンスターに選んで特殊召喚する。自分のカードの効果で相手のモンスターがフィールドから離れ墓地を送られた場合、また除外された場合、このカードのエクシー素材を1つ取り除き、そのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分のカードに特殊召喚する。2200か。結構強いね、小悪魔のマリーには。だいたい攻撃力は低いけどって感じなんだけどな、ああいうの。権限の呪縛。ネメシスフラッグ、ユニオン、お、ユニオンドライバー、揃ったね。リンクバースト。これもノーレア？なんかもう、見えないやつだ。ノーレアって言っちゃうの。あ、ドラゴンメイド、シトラー。よし、こんなもんかな。20色は当たらなかったから、しょうがないよね。僕、20色、ほんと当たらないからな。はい、ミンストレル、クリムゾンリゾネイター、異界のセントリー、正解の執行者、ネメシスか。アウゴエイです。召喚獣アウゴエイです。アレイスタープラス融合モンスター。このカードの名の1の効果は、このカードが特殊召喚に成功した場合、または相手フィールドモンスターが特殊召喚された場合、相手フィールドモンスター1体でそのモンスターを破壊する。一旦に一度、自分の墓地から融合モンスター1体を除外したい。このカードの攻撃力はターン終了時に除外したモンスターの攻撃力分アップするか。融合モンスターか。これ多分、超融合用じゃない？多分、超融合用だよね。ランタン車、エアートルピードですね。はい。まあ、20色が当たらなかったのは残念ですから。まあ、しょうがない。20色が当たらないというか、20色がもうないんだっけこれ。どうなんだっけ ?20 色がもうないんだっけ？いや、あるだろう。さすがにあるよね。うん、20シークレットシューあるよね。はい。以上ですね。当たったカードはこんなもんかな。でも、このシグレちゃんと融合破片当たったのいいよね。融合破片はもうちょっと、絶対3枚欲しいから、普通に買うんだけど。はい。それでは、枠ではね、開封動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。